神田のジョブフェア、赤いカードで泣いて泣いて。はい、全開教 TV の村橋です。なんとあの超有名な新宿中村屋さん、皆さん行ったことありますか、ね、肉まんとかも売ってますね。明治34年から創業した超老舗で、外国人の派遣の方々が警察に書類送検。ショッキングな出来事がありました。まあ、フェアでは毎回ですね、派遣ダメですと言ってたんですけど、なかなか伝わらなかったんですが、この事件は大きいですね。入国管理法違反が明確に、派遣会社もダメ、派遣会社がダメっていうのは前あったんですけど、派遣先の中村屋さんもダメ、派遣はダメです。外国の方はですね、気をつけましょう、外国の人も、で企業様で外国の方、派遣使っている方、危ないですよ、気をつけましょうね。派遣はダメダメっていう感じですね。以上です。